浦和祭り、浦和よさこい祭りの始まりを和太鼓の演奏で盛り上げます。オープニングは日本と世界のリズムが調和する現代的な創作曲フェスタをお聴きいただきました。連日暑い日が続き、本日も大変暑くなっております。ご来場の皆様も水分補給を忘れずに、どうぞ最後までお楽しみください。次は祭りらしい掛け声と振り付けでお祭り気分を盛り上げる曲、夏祭りです。
この間の今日一日います終わりまで。まあ暑いですから気をつけて。そうそう、あ、そっかそっか、そうなりますね。光る馬と書いていくらソニックといえどもね、はい、この曲は鋳物が盛んな川口の町で火災や安全を祈り節始めの馬の日に催される祭りで夜通し叩かれその音が荒川を越えて一晩中鳴り響いたとの言い伝えがある初馬太鼓をアレンジした曲になっております。高馬の特徴的なリズムをお楽しみください。確かにここまで来ますかね。そうですか、うん、あでもあれか真ん前に地肩置いたら見えないですね。おかしいですね。わかんないようにヘッドするから地肩なかったら最高ですね。地肩がないのが一番いいですけどね。それであスピーカーもあるしね。まあ、音は大丈夫そうです、ね、音は大丈夫ですよね。あ、なんか地下でわざと置く意味はあんまりないかもね。あ、わざと最高だよ。地下で周りの方がやぶらがあるんじゃないですか。うん、あれだけだったらいいですよね。まだあの先手のために置いたとは思えないね。本当そうですよね。あ、地下で上がりかもしれないですね。そう、今までと違うパターンですね。そこにだってなんかカメラ屋さんの脚立がありますよ。まあ、これでいいじゃないですかね。あ、いいですね。そこが一番いいんですよね。うん、最高ですよ。まあ、そしたらここまで踊り込めますよね。
現在は幼児から社会人までのメンバーが一緒に活動しております。週に1回大谷場東小学校の体育館で練習し、地域のお祭りや盆踊りに出演し、和太鼓の演奏を披露しています。本日の浦和祭り、浦和よさこい祭りは地元でも特に大きなお祭りで、たくさんのお客様にご覧いただける機会となるので、私たちも楽しみに冬も力を入れて準備してまいりました。次の曲は響き祭り太鼓に続きワッショイを披露します。子どもたちが元気よく神輿を担ぎ上げている様子を表現しています。ぜひ手拍子で盛り上げていただければと思います。Thank you.
小、矢田小、木崎小、沼影小の小学生7名、中高生6名、大学生、社会人18名の総勢35名で活動しています。練習は初心者だけの時間と全員で練習する時間があり、和太鼓や楽器演奏が初めての方でも少しずつ曲を覚えて叩けるようになります。体全体を使ってリズムを取り、さまざまな技やバチさばきを組み合わせ叩く和太鼓は脳を活性化させてくれます。大人数で音を合わせることの難しさや楽しさを経験することができます。見学・体験はいつでも受け付けておりますので、和太鼓に興味がある方はぜひホームページをご覧ください。では次の曲は龍虎です。龍と虎が競い合う様子をお楽しみください。Thank you.
次が最後の曲になります。本日は暑い中演奏をご覧いただきありがとうございました。この後もフラワー祭り、フラワーよさこい祭りをどうぞお楽しみください。では最後の曲、素早く力強く羽ばたくはやぶさを表現した迫力満点の演奏はやぶさをお聴きください。Thank you.
いました。スターが強い演奏でお祭りスタートを飾っていただきました。皆様もう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。